まあでもまださすがにそうだね、メインの方をやっていく流れかな。これで俺も立派に学校関係者だ。みこし場のことを自由に聞き込める。バスケ部の連中と仲良くしたって話だったな。 OB だったみこし場は練習にも顔を出していた。ああそうだね、その話に戻るんだ。で、放課後にバスケ部員がいるといえば、いる場所といえば体育館だろうね。あいつら真面目にやってんのかな。あ、ユースドラマのあれも増えたね。まあでも一旦ちょっと挟んだんでメインストーリー、まあ戻るか。ちょっとやってんのか。おーっす、みんなお疲れ、頑張ってるね。お疲れ様です。土足で入ってるよ。また今度ビスケの外部指導員になった体育館にっていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがある。しかもバスケ部だ、男女混合部活。みこしばって先生が教育実習で来てたでしょ。アップからでも男女一緒にやらんでしょうよ。ああ、みこしばさん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか、熱血な感じ。いやすごいね、女子もその脇がちょっと空いてるユニフォーム着てるな。そうそう、ここに顔出してたよね。みこしばさんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して、じゃあ君らにも結構フレンドリーだった。まあ厳しくもありいい先生でもあったのかな、ね、あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとかアカネも。いやマッツン人気なのかな、部活で。アカネさんもね、あいつらね、ここだったらまた騒がれるかもな。どういう部下え、こいつらもしかしてあのその教室にいる顔と部活の時の顔全然違うタイプ。たまにいるけど教室で全然喋ってないのに部活行ったらめっちゃ人気者とかさおるけど、そういうタイプ。その子たちがどうかしたの。意外と好かれてるのこいつら。みこしば先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ほう、え、なんだそれ。どういう。高田さんなら少し知ってるよ。みこしばが気に入ってたっていうのはどういう。いやそうだな、どういう意味で。すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それでみこしば先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってました。いやまあだからそういう子も、本当にいい先生だった。指導してるってことだよな。そうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん、みこしば先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。あそれは。じゃあ三越場は高田さんを笑い者にしてたってこと。それはよろしくないな。まあ悪く言えば、でもそれも愛情表現。いやいや初心者の人にその表現は厳しいよね。三越場先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めた。おいおいおい、ボール磨く時の手がエロいとか。話変わってくるな。他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越場先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって。なんか雰囲気悪いな。不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。嘘、みこしば先生どこ熱血させてんの。早く練習しろバカ野郎。てめえら多くの奴らは部活やってんのじゃないのこいつら。それで高田さんのことをエロ女って。後ろもバスケ部だよね。もういいですか。高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ。それってよくあることなの。いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあまだ教室なんじゃね。話聞かせてくれてありがとな。よくわかった。いやーわかったけどちょっと見方変わってくるよ。で男女でバスケ部一緒にやっちゃダメだよ高校は。そんな仲良し部活だったのかい。
いや、ちょっと待って待って待って、これはぜひちょっと確認しておきたいな。メインケース、この辺確認しに来たけど意外と変わってないのか。いやでもなんかちょっと神輿場の見方がちょっと難しくなってくるよね。どうなんだろうな、まあ、あの生徒からのね一方的な、なんかその考えだけだと、そうだね、バスケットボールに入ったがブラインでただ一人未経験者だったため教育実習に来ていたバスケ部 OB の神輿場に目をつけられてしまう。そのことをきっかけに同じクラスのバスケ部員たちから、そうだね、まあ、目をつけられていたっていうのがどういう表現かわかんないけど、確かにちょっといじめてる感はあるのかもしれないよな。どうなんだろう。で次は、あ、コーダを探す。遅れてるんだよな、マッツンとか。ここかこっから行くのかい。こんな上に、ちょっと学校の全体像がマジで分かりにくいんだよね。あ、ここで繋がってんのか、体育館。うわ、すごいな、この学校。もう校舎と直で繋がってるんだね。まあ、まあでもそういう学校もあるか。ほんで、ちょっとまたやってんじゃないの。どこ見てんだ、こっちだろ。ねえ、バカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部やめるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。こいつらどういうか関係なんだ。本当にでもってだから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。こんにちは。許さないってどう許さない。こんにちは。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ、理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え、まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんでよろしくここでちゃんと自己紹介俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。なんかでも足引っ張ってたって言ってたから。頑張ってな。どうなんだマッツン。神輿場が辞めたのがなんだろう、こいつらにとっては嫌なやつだね、不利益だったのかね。大丈夫、うまい先生だったわけでしょ、はい、神輿場先生は。甲田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあってきたんだ。神輿場ヒロについて。彼2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君が神輿場とよく話してたって聞いたんだ。私が神輿場先生と。いや、どういう反応だ。それすらちょっと嫌な記憶。この子にとって神輿場との関係は思い出したくもない嫌な記憶ってとこか。ああ、ちょっと違うぞ聞いてた話と。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。そう、指導が嫌だったのかな。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ、まあ、よければミスケンに入ってほしいですね。今日矢上さんの声に助けてもらいましたよね。
し、毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。顔がおもろいな。そっか、ありがとうございました。いやー、まあ救えたのかな。現状変わってないけど、あんまり今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。うわー、それは辛いな。子供の頃の漫画がかっこよくて、スラムダンク、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。黒子のバスケかな、世代的に。きつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。どうでもいいけど。なのに逃げて辞めるとか。違う、これはだってもう逃げじゃないもんね。高田さんは何も悪くない。逃げじゃないもん。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思う。いや本当そう、次のためのそういう時はさ、ステップだもんよこれは。やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢ならどこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？なんか響いちゃうな、八神探偵の固いこと言うなんて。言葉はいろいろ乗り越えてきてるもんな、この人だってよ。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。入りませんか、高田さん。もし何か相談があればいつでも言ってよ。居心地いいよ多分。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい。あ、タイプ代行とかいいんじゃない。頑張ってな。高校の中でさ、タイプ代行あったらさ、まあまあ依頼来るんじゃない。どう？ただ高校って特殊でな、結局学校辞めるのってハードル高いからね。おお、動き出した。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが三越馬先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。おいおい、なんか怪しいな。変なとこ取られないか、この調べてるんでしょ、女の子と。三越馬先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんですよ。距離気をつけろ、八神探偵。それでね、八神さんには、ちょっと今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。角度的にキスしてるみたいな。急に塩らしいんだ。ダメよ、もう離れよう。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし外部指導員だぞこっちは。八神さんの口から妙なこと作られちゃうと進路に響くわけでさ。だったらやめろよ、いじめ自体。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。
何人くらい待ち構えてるの？そっちの方がまだ話早いわ。上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。いやちょっとこの女だけはね、バトルでも全然ボコしないからな。もうそろそろいいんじゃないのかな。なんかその女の子配慮が働いて全然ボコせてないけど、こいつだけ痛い目見てないからね、ずっとね。マッツンとかもう3回ボコしてるけどさ。ちょっと見え見えの罠ではあるけれども、みこしばについて何か聞き出せるかもな。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？本当？あざーす。いやーよかったな。そのなんかセクハラ系でさ、写真撮られたら外部指導員も続けられるか怪しかったから、それはよかったわ。もう距離が怖くなって仕方なかったんだけど。で、目的地は、そっか、3階のこの廊下ね。ほんと学校のね、敷地がでかすぎて、全然まだ覚えられてないんだけど、そっか、ここ職員室か。で、2階そのまま体育館行けるんだよね、これ。うわ、すごいね。とりあえず向かうか。まあ、でもなんかいろいろやってるけど、ちょっと幸田さん、どうなんだろうな。ちょっとまず全然わかんないよね。みこしばひろの指導が本当に良かったのかどうかっていうところは怪しいし、河田さんのいじめのきっかけがみこしばだったとしたら、それはそれでちょっとね、見方だいぶ変わってくるもんね。またどうせこっちですよ。八神さん、ラグビー部いいんでしょ？わざわざお呼び立てしてすんません。三越葉先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。なんか撃たれるとかないよな。なんだそのアナログな仕掛けは。3年生か。ここにいるみんな三越葉先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン？ ハンピン・リューマン？ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係。まあつながりがあるチンピラってところか。何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。いや、まあ、なんかあった時女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。切られるのお前らよ。そういうお友達にバカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒に。大丈夫、命取られるのあんただよ。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだ。いやほんとそういうの何人も見てきたよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先。カムロ町で今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、ヤガミさん。もういいのかマッツ。とりあえず俺らに詫び入れときましょう。もう帰れねえぞマッツ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやギャングの次はヤクザ。もういよいよやばいよこの学校。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せ。うん、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺ら袋だ。おい八神探偵会いたいよ。お前100人連れてこい。100人。悪ガキたちを倒す。いやもう立派なギャングよ。あらこんな道具たくさんあるところいいんですか。おい松井
お前はまだその一線超えてないと思ったけど、とうとうやりましたね。やっちゃっていいんですか。ずいぶん弱いけどな、こいつは。行って、あ、俺も使える。よいしょ。ただこいつら3年生ってことだよね。そのマッツンのそのカリスマ性みたいなのあんのかな、一応。大丈夫、マッツンの今後心配よ。俺はまだ帰ってこれるやつだと思ったんだけどね。もう大変大変。ボロボロになってんじゃん。うわ強い。ちょっと他のやつもやるか、さすがに。おい大丈夫か、この学校。沢先生と理事長に顔向けできねえよ、こんなの。よくこれでいじめないですねとか言ってたな、理事長も。絶対こんなんね、露呈するよね。でもやっぱ流れ強えな。これであいつの武器もらって、あ、これこうなっちゃうんだよな。よいしょ。こんなんすぐにでもね、いじめ起こりそうなんだけどね。いや、マッツンできればその世界に行ってほしくなかったな。相当やばいよ、この学校、本当に。こいつ最後、あ、最後、最後最後、ちょっと決めきれなかったけど。しばらく寝とけっての。うっ、目が。典型的な、典型的な先生いじめ。見えないだろ。おっと、もらった、ざけんな。ああ、逃げるんだ、ここで。逃げ方がいつも独特なんだよな。え、あいつ飛び降りたんすか。いや、どっか影に隠れてやがんだ、ちょろちょろゴキブリみてえによ。目いた、やっと見えるようになってきた。全部入ったんだね。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら。お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあなあ、かわいい後輩たちのためだ。もうダメだって、この学校本当に。マッツンはまだかっかわいいもんだよ。高田さんに言うとちょっと悲しむと思うけど、まだかわいかったけど、3年生の層やばいって。ちょっともういよいよマッツンもそっち入っちゃったかもしんないしさ、絶対あの女、あの先輩の女になるよね、あの流れね。昔の話かと思ったけど、今時の不良もわざわざ学校の中でタバコ吸うんだな。とにかくここここどこだよ。とにかく松井たちにはみこしばの話聞きたいし、今度はこっちから奇襲を仕掛けてやるか。この状況どうすんのよ。 どこにいんのこれ。こっち行けんの。お、降り。なんか一応あそこにあるから取りに行くけど、これ上か。あー、そこか。絶対下行った方が早いと思うけどね。一応上マーク出てるんですけど、絶対飛び降りとか早いよね。で、よいしょ。下にも行けんのかな。でも一応上になってるよね、目的地。よいしょ。あ、なんかある。なんだこれ。あ、ダンス教法もしかして。え、スキルエッジオブデス手酔いの虎。何それ、何なのそれ。あ、でまたあっちか。でこれはなんだ、いろいろ。あ、タフネス Z か。タフネス Z って体力系だったっけ。あ、じゃあもうちょっと飲んじゃおう、飲んじゃおう、もったいないからね。でどこ、あー、ここか。この上下いたのかな。まあ、アイテム取りに行くには必要だった。お、どうすか先輩。そういうことか。教室です、タバコの味は。こんにちは。
わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。うん、分かった。いや、あんなにボコボコにされてなんで。気をつけた方がいいよ、タバコ。勝てると思ってんだろうね。先生に見つかったら大変だろ、この3年先輩は。けど、まあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ、なんだと。てめえ、こっちに来てやがったのか。誰だよお前。あ、さっきもいたか。なんかダサいな、帽子のやつ。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。いや、でももうここで調子乗ってんじゃねえよ3年生。うわ、持ってんな。3年生痛めたらもう勝ちなんじゃないの。え、マッツいる。マッツも参加ですか今回。強すぎるな先輩リーダー。せっかくだからちょっと先輩を残して。マッツン、マッツン、お久しぶり。4回目かなこれで。容赦ねえわ。で、演武にして、まあ壁系だよね。あ、もったいねえ、壁使いたかったんだけどな。ちょっとこれ一戦とさ、流れのちょっと区別がね、今んとこ流れの速いというか強く感じるんだよね。痛い。先輩リーダーの、ちょっとあのカッターかな、あれを早く取りたいね。結局流れになっちゃうからな。じゃあここ武器がありすぎてまともに勝負できねえ、つかみができねえ。痛い。あ、こういうところでガードしたら今の防げたのかね。さすがに先輩リーダー取れないんだ、ナイフ。痛い。あとこいつだけか。あ、さすがに先輩強いじゃん。これ一戦でもいいな。ちょっとこれまずいですね。これガードできたんだっけ。なんかあったよねこの状況でガードして。でも来ないな。一戦にしてつかめるかな。くそ、先輩。朝倉みたいになったけど強いな先輩。さすがにちょっとそっちの世界とつながりだけあるわ。ガードもやってんだけどな、ナイフだからね。ガントレットみたいなのがないと。アップデー使っちゃうかこれ。よいしょ。あ、意外と弱かったなそこは。ちょっと早くこのナイフガードつけないとな。そういうのあるよね多分。なんなんだよこいつ。こんなのって強すぎだろ。まあ、割とさっきの段階で分かったけどね。さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、さよも、あの、忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛い肩が。ちょ、八神さん。あ、八神さんって言ってんな。ニコシバのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。こうなるとちょっと可愛いやつみたいになってくるよ。マッツンとか3年はちょっとやばいけど。ニコシバ先生は、そのほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。上下関係ができちゃったなこれ。すぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。うわー、教育実習で初心者の甲田が穴だって目をつけられました。それはうざいな確かに。三越場は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶としめてチームがまとまった。ご立派だよ。三越場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして。
地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いやだからやっぱりそもそもなんで高校で男女混合で部活やるかね。話したんですか。三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。なんか全然見えてこないな。先生が言うには三越葉は優等生だったし、こいつらと話してもなお。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。そう、薄かったよな。そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんです。ああはいはいはい。だから今もそれを引きずってるみたいだって。その話は寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だ。あれ聞いてなかったっけ。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。三越葉のいじめが本当にあったかは分からないけど、確かに沢先生の言葉には迷いがあった。なんかそういう話はちょっとあったよね。三越葉が自殺生徒の加害者だった説は聞いてたよね。私は英語を教えてただけですが、三越葉君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからあの先生が三越葉を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃ。いやそうだね、このマッツンの情報から言うとそうなるよな。まあ八神探偵にはそういうことを言ってたけど、まあ実際その4年前の自殺生徒の時には沢先生も働いていて、その加害者が三越葉だったとするとちょっと距離を置いてたというか、まあ教育実習の担当先生としてはこう仲良くしたりはしてなかったっていう証言になるのかね、マッツンの言ってたことは。でメイストリーサーを探す。うわ、なんかでも気持ちよく進んでいくね。まあこういうところでユースドラマとかやってもいいとは思うんだけど、まあでもユースなんかでも気になるな。トントン拍子で進んでいくからさ、やっぱちょっと気になるよね。この学校こう普通のね良さそうな生徒さんもいるけど、相当これ問題学校だよな。先生とか別に気にしないようだけど、ちょやばいよこの学校本当に。沢先生もうお帰りですか。いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室。ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。ちゃんと外部講師のなんか。そうですか、どうも。もらわないといつまでたっても怪しまれるよ。よく今大丈夫だったね。沢先生に外からのお客さんってことはしばらく席には戻ってこないよな。大丈夫か。そういえばさっき見なかった写真があったな。気が引けるけど何かの手がかりになるかもしれない。大丈夫かな。沢先生は三越葉をいじめ加害者と疑ってた。俺と話した時は本音を隠してたってことかも。まあ写真はもちろんこれだよな。メガネかけてんだよね、その後ろの男子生徒。沢先生の女子高生時代みたいだけど、高校清涼高校とは違う学校の制服だ。この制服、そうだよな、ここの制服だよね。男性とか写ってる、一部が見える、やっぱり見るのは失礼だろうけど、見ましょうよ。あ、すげえ。ここもなんか、この動きバイオハザードだよね。バイオハザードか、竜が如くシリーズで魚釣りをした後の魚をぐるぐる回せる謎の仕様があるんだけど、その感じの滑らかさ。で、これはポインター。こういうことか。ちょっと見にくい。なんだ見にくい位置。
すいません、沢先生。ちょっと見させていただきます。初めて見るカード、少なくとも三越場広場。あ、そうなのか。ちょっと俺三越場かなって思ってたけど。わかったかも。これ、江原さんの息子さんでは。なんかそんな感じしない？メガネかけてて、この目の垂れ目感。これもしかして4年前に自殺した生徒、江原の息子なんじゃないのか？教師が教え子の一人を写真で飾るなんて、よほどの事情でもない限りやらないはずだ。まあ自殺した生徒だから、その自殺した生徒の担任の先生じゃなかったんだよね。教壇に立ってたとは言ってたけど、どうなんだろう？担任の先生だったのかな？ただそれも今は確かめようがないか。この場で分かるのはここまでだな。まあ、他なんか変な意外とこういうところにさ、沢先生の好きなお菓子とか入ってて、なんか後々生きるとかないかね。こんなところかな。あ、まあ終わりにしとこう。沢先生を探そう。理事長に呼ばれたんだったな。なんかトントン拍子で進んではいるけど、正直全然見えてなくないですか皆さん。俺もまだなんか集まってはいるけどって感じで。いや、やっぱちょっといろいろ情報整理していかないといけないね。まあ毎回実況終わった後に、まあ編集しつつ、あ、まあいろいろ考えてはいるんだけど、ここでなんか始まったね。ちょっとちょっとちょっと、もう、え、失礼。警察刑事？あ、そっか、三越場広の矢上さん、遺体が。彼らは神奈川県警です。うん、三越場君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。はい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 。しかし、何が起きてるんですか？わかりません。あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。わかりません。あ、すうわ、やり手刑事っぽいな。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越場君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。まあそうだね、沙織さんからの情報がちょっと早かっただけで、同時期に警察にも行ってるわけだから。こんにちは。はい。そんな見ないで。あー、そっかそっか、もう警察も動き、あおー、え、これチャプター 2？ あ、わー、もうちょっとなんかサイドケースね、ちょっと落ち着いたらやろうと思ってたんですけど、なんかすごい喋り方になってるけど、あら、もうチャプター2終わっちゃったか。なんか大体こういう画面来ると考察してるんですが、まだわかんないか、さすがにいろいろと。ちょっと三越場広の見え方が変わってきたっていうところは大きいのかもしんないね。その、教育実習生でそんなさ、めちゃめちゃ指導してくる教育実習生っていないと思うんだけど、どうやら三越場広はそっちのタイプの人みたいで、まあ結構ややこしい指導していたと。で、まあどうやら甲田さんのいじめのきっかけを作ったんではないかというところが一点と、まあ沢先生ね、矢上探偵には、まあ普通の生徒だよって言ってたんだけど、どうやら、江原の息子の写真も飾っていたので、何かしら、その三越場博と江原の息子自殺事件の時に、いろいろあったのかもしんないな。まあもしかしたら沢先生自体が4年前の事件に関わってたとかは考えたくないけど、その線もなくはないって感じだよね。で、いよいよ警察も動き出してきたと。うわー、やることいっぱい増えてきたよ。ユーストラマー、ちょっとね、動画投稿がなかなか早まらなくて、申し訳ないんですけれども。いやー、楽しくなってきたな。でも、もうちょっと続くかと思ったので、まあ、チャプター3は、ちょっといろいろサイドケースとか、ユーストラマーやってみようかなと思います。
というわけでまた次回もよろしくお願いします。もしかしたら続いているかもしれないですが、一旦ここでやめたいと思います。電脳犠牲でした。ありがとうございました。